すごいっていうか、癖強くて、なんかうねるのもあるし、はい、なんかこうなんですかね、一本一本の中でねじりがあるんですよ。なんていうんですか、面点網っていうんですかね。あ、詳しいですね。何で直してんですか？調べました。めちゃめちゃ癖が嫌で、矯正もかけたけど。矯正は結構かけてるんですか？高校生の時に結構かけてたけど、当時ショートですごい伸びるのが早くて、かけすぎ、なんていうんですか、2ヶ月に1回くらいかけてたから、はい、お金もかかっちゃうなと思って。2ヶ月に1回矯正かけてた。くらいかけてました。これ取ったら取ってみていいですか？今取ったらぐるんってなりますよ。なんか多分量も多いのかな。ああ、ちょっと難しそうですね。結構、ああ、結構思ったよりも強いですね。かなり。そうです。みたいに矯正かけたのが11月中に1回かけて、はい、でもなんかそこはピンってかけるっていうよりはなんかなんだっけな、頭なんかを剥ぎ落とし、1回剥ぎ落として。矯正でなんか剥ぎ落とすんですか？なんか矯正かける前に1回シリコンを剥ぎ落とす。そうですそうです、そういう感じでやってもらって、はい、でもなんかそんなにかからないっていうか、自然な何ですか、矯正ってなんかこう、はい、ツヤツヤになるイメージだったんですけど、はい、なんかまあ癖が少ない普通の人の毛みたいな感じになって、なるほど、よくあるやつで割とすぐ取れちゃって、その前にかけた時も結局パサパサパサってなって。じゃあ今日パンは難しいかもしれないですね。パンはしない方がいいんですかね。これ矯正も嫌なんですね。いや嫌ですよ、何回もお金かかっちゃうし、やっぱり綺麗にかかっても結局根元は練ってきて、はい、かかったところだけシュコってなる時もある。自然にかかればいいけどっていう。なんかパンだったらまあ多分理想を言うと1回矯正かけてからデジタルパーマとかでカールをかける感じになると思うんですけど、あんまりウェーブ出ないんですよね。なんで1回癖なくしてからカールつけるみたいな感じなんですけど、結構ウェーブ出ないんですよ。持ってきていただいたこうウェーブみたいな感じにならないんですよ、波っぽく。なので理想とはちょっと違う、なんかなんか矯正に毛先巻いたみたいな感じになっちゃうんで、ちょっと微妙なんですよね。なるほど。時間もかかるし、で結局またそこ根元は矯正じゃないですか。だからそれをまた矯正かけないとダメになっちゃうんで、だからもしあれだったら多分理想の形までかかるかわかんないですけど、この状態にただパーマかける、普通にカットしてパーマかけるみたいなシンプルな発想ですね。広がらないんですかね。広がると思います。それをオイルとかで抑えるって感じですか？うん、もう多分そういう感じになっちゃうけど、多分矯正かけて続けるよりは楽かもしれない。濡れたとはハンガー機にうちだとバームワックスみたいなのがあるんですけど、それつけちゃえば自然乾燥でいけるんで、セットはめっちゃ楽だと思いますね。ただ毛先の矯正がどこまで当たってるかで、やってみないとわかんない状況でも。アイロンかけてるんですか？今日朝アイロンかけましたよ、これでも。へえ、結構強いですね。そうなんです。前髪は矯正を入れた、アイロン入れた方がいいですね。アイロンちょっと入れた方がいいと思うんで、そこは臨機応変にやりましょう。それ癖を生かして本当は生かしたいですね。けどどうなのかな。そうですね、まあなんか生かしていきましょう。まあちょっと矯正が結構かかってると、毛量が結構あるのと連点もなんでちょっと難しいと思うんで、まあデジタルパーマじゃなくて、まあダメージもね出ちゃうとあれなんで、普通のパーマでいきましょう。矯正やってこの状態で普通のパーマかけるって普通にありえないと思うんですけど、はい、カットでバームワックス、これです。バームワックスつけてカットをします。まあこう毛量が多い時の、まあ矯正の時、矯正の場合、まあ絶対やらないのが多分通常のパーマだと思うんで、まあ、それをやるっていうのと、まあ、こういう毛量が、ね、多いお客様の場合どう対処していくのか、前髪のが結構こう細かい癖がある場合どうしたらいいのかっていうのをちょっとやりたいと思います。はい、全く僕も今どうしようか決まってない状態なんですけど決まってないけど、まあなんかいけんかなって感じで、あまり段入れない方がいいかなっていう感じがします。なぜかというと、あれでしょ、段入れるとさ、ここなんかパサパサ、厚みがある場合に段入れちゃうとこの辺に層が溜まっちゃって結構バサバサってここのラインが出ちゃうんで、僕はあんまり良くないかなと思って、基本ワンレングスの感じで、まあ、もうそぎというかなんかいろいろ入ってるんでワンレングスの感じでパーマかけるのが一番理想かと思います。長さのレングスはちょっと跳ねるぐらいの長さを残していくんで、この辺かな、このぐらいにしたい。ちょっと上がるんでちょっとこのぐらい切ります。はい、でまっすぐ引き出せてるかですね、この角度まっすぐできてるかどうか見て、毛先がバラバラなんでショーバルタンで切ります。はい、ドライカットしていきますね。ちょっと雑に見えると思うんですが、大丈夫ですかね。はい。よいしょ。毛先だけインナーカラー。あ、イヤリングカラーを、イヤリングカラー。インナーカラー、イヤリングカラー。イヤリングカラーを。はい。ちょうど1年前くらいに。ブリッジしたやつが残ってる。あ、そうです。なるほど。けどなんか色落ちしやすいのか。よいしょ、ちょっとすみません、はい、すぐ落ちちゃいました。すぐ落ちちゃった、うん、なんかあれですね、ブリーチの色に戻っちゃったんですね。そうなんです。染めて3日くらいでもうこの色になっちゃいました。3日。はい、3日4日で抜けやすかったのかな。その後就職があったので市販の黒染めしたんですけど、市販の黒染めも1ヶ月で落ちちゃって、この色です。あ、そっか、黒染めもそんなに早く落ちたんですね。はい、1ヶ月で落ちちゃう。あ、でも1ヶ月だったら落ちるか。なんか市販の黒染めってなかなか落ちないって。確かに結構残るやつは残りますね。なかなか苦労されてきましたね。してますね。多分今日ね、そんな思ってるほど綺麗にかかんないと思うんですよ、ぶっちゃけ言うと。ですけど多分そのクオリティは下手なわけじゃないと思います。多分他でかけるよりはあ、パーマってこんなもんなんだ。本当はね、一回矯正かけてかけるって方法があるんで、まあ、現状だとほとんどそっちの方を美容師さんは勧めると思うんですけど、多分ほぼほぼパーマかけない方がいいって言われると思うんですね、きっと。パーマやめた方がいいって絶対言われると思うんですよ。で1割ぐらいで、まあ、デジタルパーマと矯正を一緒にやったら、まあなんとかって言って2万ぐらい、2万以上取られるっていうパターンなんですね。っていう感じだと思うんですけど、まあ大体はっていう感じなんですよね。大体かけない方がいいって言われます、膨らんじゃうから、はい、なんで僕はちょっと変なんでかけますはい、でこの状態で、テイクセニング入れるんですけど、まあモデルさん、結構他店で毛先昔そがれすぎちゃって結んだ時に、要は根元の量が多くて毛先が少ないっていう状態ですね。まあもう多分皆さん飽きるようにほど見てると思うんですけど、なのでテイクセニングを入れていきます。まあ、最近のテイクセニングはなんで、これ普通のそぎ率高いやつでやっちゃうと死亡しちゃいますし、片方棒刃だと要は髪の毛って転がるんで、ハサミの上でそれで転がって半分だけ切れるとか、そういう感じになるんで結構こう引っかかったりとかするんですけど、ちょっとこれ触ってみてくださいね。だいぶ減ったと思う。減りましたね。はい、減ったんですけど毛先の量は減ってないでしょ、ここは。ですよね。なんでバランスはいいんです。これでかけた方が、はい、このぐらいの方がいいんですね。で前髪はですね、ちょっと矯正かけるんでそれかけてみないと分かんないから、まあソフトな矯正ですね。でまあ本当カットはね、えっと思うかもしれないけど一回これで終わりです。多分皆さんえっと思うかもしれないんですことが結構いろいろあると思うんですが、その都度説明していきます。まず薬剤なんですけれども、この組み合わせが黄金比ですね。で今日使ってるのはこれポンプで入れてるんで、今回の結構やべえなっていうポイントはボリュームですね。問題はボリュームが出すぎたら死ぬなっていう感じが結構僕の中で感じてて、じゃあどうやってそのシルエット矯正をしながらパーマをかけていくかっていうのが結構今回のポイントだと思います。でシルエット矯正と、あとはパーマを必要なとこに必要だけかけるっていうポイントですね。例えばこの中の毛とかってかけなくてもいいと思うんですよ。この中のこの辺とかって癖があるから。じゃあどこが必要かっていうと毛先だけなんですよね。なのにここからマニュアル通りかけちゃうとボリューム出るじゃないですか。でそういうところを外したりとかっていうところで頭を使っていけば、むしろパーマをかけた方がボリュームが出ないっていう状況を作れるんですよ。それって多分皆さんやってないんですよね。だからそういうところを、パーマをかけることによってボリュームをあえて減らすっていう逆の発想でやって、僕だったらそうするかなって感じです。これ前髪は矯正のところですね。はい、っていう感じでパーマをかけるのにボリュームがなくなっちゃうっていうよくわかんない現象をやりたいと思います。やっぱそれができないとその辺の美容師さんと同じことを言うことになっちゃうと思うので、パーマかけない方がいいですよとか、あとは、パーマかけたら広がりますよとかって多分みんながみんな言うと思うんですよね。矯正もかけすぎだからもうちょっとで、結局矯正も毛先とか下手なんであんまうまくかけれなかったりとか、毛先とかも綺麗にかけれる方法とかあるんですけど、やっぱりそんなかけれない技術がなくてかけれないとかって、で結局お客さんが一番困っちゃうんですね。ここはかかるけどここのくせ毛が出るみたいなっていうのはやっぱちゃんと勉強していかないとダメですね。勉強と検証ですかね。はい、ということで僕今回いらないなと思うのは表面だけ波ウェーブしようかなと思ってて、こうギザギザに取ります。超シンプルですね。でバックもこの表面のところがなんかパーマみたくかかってればいいかなと思うんですよ。ちゃんとかけるんじゃなくてパーマみたくなってればいいかなっていうことを考えてます。いいですかそれで？大丈夫です。パーマ風だったらいいかなって。だからパーマであってパーマじゃないみたいな感じです。なので、この薬剤塗布も毛先だけしか今つけてないんですけど、もう最初からそういう想定だったんであえてつけてません。この辺に関しては、毛先しか巻く気がなかったんで最初から。だって見えないと思うんですよ上からかぶったら。そしてロットも少なくて済むし結構いいかなっていう感じですね。ただ結構かかりづらい可能性があるんで1段で本当は行くんですけど、ちょっと今日はビビって2段ちょっとやばい可能性があるんでちょっと量が多いですね。やっぱり量ちょっとありますね。やっぱこれで騙される可能性があーってなる2段だ普段は1段で巻くんでめっちゃ早いんですけど、もう本当に1周巻けば終わるんですけど、今日はちょっと警戒しながらやろうかなと思います。今日モデルさんねパンクしたのに来てくれたんでね、そこは頑張んないとただうまくいくかどうかは約束しないしょうがないですよ。はい、パーマも結構適当です。適当ですって言い方悪いですけど、パーマなんて綺麗に巻かない方が綺麗にかかりますからね。皆さん綺麗にかけようとするから、要は綺麗にテンションかけて巻く。どういうことが起きるかっていうと、カールが巻かさる、テンションかけて巻く、仕上がる時に癖が出る。癖が出るとこの接点とこの接点がずれることによってもじゃってなるんですよ。だから最初からもじゃってさせといた方がいいんですよ。でもそれみんな分かってないんで、この辺なんてコーミング必要ありません。カットロットをアウトして、シャンプー台に来て、シャンプー台で1回全体になじました。1回軽く流しました。そのまま流したら乳液流しました。で流した後に、残ってた残液をこういうふうにつけていったっていう状況です。乳液を全部つけて、こちらはモモンガパウダーとお湯、ただのお湯ですね。モモンガパウダーとお湯、モモンガが 10% で配合されてます。でただこれで振ってつけるだけなんですけど、パーマの場合ね、すごくアフター処理非常にいいです。リッチが綺麗に出たりとか、手触りが良くなったりしてくれるので、これ1個ね用意しておくと楽かなと思います。このままこうやってつけるだけですね。はい、ネイプの方もつけます。ちょっと今これ作ってすぐなんでなかなか今分離しちゃってる状態ですけど、モモンガパウダーを入れるとアフターですごく使います。で溶かして、モモンガオイル還元剤も今日は使ってないですけど、モモンガオイル還元剤も同様にここでこうつけたらこんな感じに揉み込んでいきます。モモンガも一緒です。モモンガトリートメントも、モモンガオイル還元剤も一緒です。やり方はこれしっかり1分間ぐらいですね。手先にこう揉み込んでいきます。フォームをしながら揉み込んでいく。全体に揉み込んでいきます。このように栄養を入れていく感じです。で、手のくるぶしぐらいまで時計がつけるところね、時計がついてるあたり、そこまでお湯を溜めます。で、お湯を溜めたら今度このお湯で全体をまんべんなく。ただモモンガオイル還元剤はこうやった時のやるんですけど、根元側結構しっかり流さないと。そのオイルが結構地肌についてると乾くときにウェッティになりやすい髪の人だったら乾きづらいので、結構しっかり、流す、もしくは本当になんかちょっとウェッティになりそうだなと思ったら少量のシャンプーでここをシャンプーした方がいいです。はい、このような感じに全体に1分から2分ぐらいくぐらしていきます。こんな感じですね。で、ネープの方、このタオルに、はい、含まった。これ今、ギュギュギュっていうの分かりますかね？結構ギュギュギュって言ってる。すごい、こんな感じで。はい、修練してるの分かりますよね。これで、ダメージの穴埋めと、あとパーマの、きっちりした修練参加させてくれてるので、かなり効果あります。こんな短時間でもかなり効果あるので、おすすめです。で乾かすと、毎回使って乾かしていくと、乾いたら中に入ってくれるので、こんな感じでくぐらしていくと髪質がだんだん変わってきます。はい、でこのぐらいやります。そしたらここで、式トリートメントをつけます。こちらつけていきますね。これでもうつるってなるんで、で全体になじまして、全体にくるんで、頭皮の残留してるものを取っていきます。もう頭をお風呂につけてるような感じをイメージしてください。こういう感じですね。はい、このぐらいしっかり流していきます。で、これで終わりですね。で、ちょっと濡れてる時に、今これ4プッシュ取りました。これを毛先にこうつけていって、絞ると白い液に変わりますから。この白い液を全体にまんべんなくすると、はい、強制の中間水洗でもかなり使えます。流さないトリートメントですね。結構力強いんで、髪質使っていくと変わるんでかなりいいと思います。はい、で、このような感じです。はい、これで終了ですね。はい、今この感じで、パーマがこんな感じでかかってます。毛先もうちょっと欲しかったんですけど、僕的には毛先やっぱ矯正で入らないですね、なかなかね。はい、まあもうちょっとロッド下げてもよかったのかもしれませんが、まあでも自然な感じにはなってますね。濡れてる状態でこのムササビバームオイルを皆さん騙されたと思って、これちょっと買わないとできないですけど、これをこのぐらいつけて。これをムース代わりに使っちゃうんですよ。で、濡れてる時に使うともうそれで何もしなくて大丈夫です。めっちゃ楽っていう。ただ夏とかだったらいいと思うんですけど、冬寒いんで、冬はちょっと自然乾燥をちょっとこの状態でドライヤーを少し当てる必要はあるんですけど、夏とかだったらまあそのままでもいけるのかなっていう感じですね。もうこれ本当にこれで何もしなくていいよって感じ。はい、ダイソンでこれを使います。これで乾かしていきましょう。はい、でこれで前髪をちょっと切りたいと思います。まあこういう感じになりましたね。でこれバームワックスつけただけなんで、あと前髪ちょっと切ってないんで前髪を切りたいと思います。前髪はちょっと切るぐらいで、すぐ伸びちゃうからおばさんの発想ですかねアルツセニングでカットしていきます。アルツセニングは結構ライン出ないんで非常に使いやすいですね。そのままで T4 でちょっと中間まできます。で間引いて、ここちょっと重いかな、ちょっと量を均一化させていきます。ちょっと軽すぎるんで、ここに、ショーバルタンでちょっとチョップで重さを出します。重さをちょっとプラスします。ちょっとあまりにもボケてるんで、こんな感じかな。なんか他切ろうと思ったんですけど、あんまり切るとこないじゃないんで意外と最初のカットで終わっちゃうっていう、まあ、めんどくさいわけじゃないんですけど、ないっすよねあんまりね。結構いい感じになってる。でちょっとスタイリングしてみますね。まあ、これバームズサビバームオイルをそのまま使ってるんですけど、でどうかな、あんまり見えてないですよね。なんだろう、そのおばさんみたくなりすぎちゃうかなって思って。ああ強くしたらゆるい方がいいな。ああゆるいのがねなかなかこれで後ろちょっと見せますね。これアイロンとか、まあ、もちろんこの状態見てもらったらコテ入れてないの分かると思うんですけど、この辺が結構連点毛で癖毛があって。で表面だけ、波ウェーブが入ってる感じなんです。でこの辺はちょっと綺麗に出せないですね、正直癖がありますから。はい、ただこういう風に仕上げれば全然いけるかなと思います。で中間の表面の方だけ、波ウェーブが入ってて、中の方は中間はカール入れないから毛先だけですね。そうするとシルエットがこういう風になる。でちょっと本人見えてないんで本人に見せます。見えてますよ。あ、見えてます結構このぐらいだったらよくないですか。で今回ポイントとしてはここが収まってるんで、ちょっと難しい髪でもパーマをこういうふうにかけれます。通常はかけないと思います本当に。はい、ということで、今日の撮影は終わりたいと思います。ありがとうございます。あ、どうでしたか。どうでした？いやなんかすごかった。だいぶでもちょっと新しい感じになりましたよね。そうです。今までかけたけど毛先だけはでるみたいな中途半端な感じだったので、なんか自然でした。そう、くせ毛と混ざってこういう感じもありだなっていう感じしますよね。はい、なんでまあちょっと矯正をこれでやめたりできるんで、これは伸びてってもまあちょっとこの辺癖出るかもしれないですけど、毛先のウェーブとしては使えるので、まあちょっと緩くなっちゃうと思いますけどね。もうほんとこのぐらいのカールなんで、はい、もう一回かければもうちょっと。ちょっと毛先のね具合が分かんなかったんで、いいねもうちょいこれ入っててもいいかなって僕は思うんですよね。もうちょっとキュッとあってもその方がでもイメージのやつはほとんどかかってないさとか意外といいのかこれ、ね、かかってくれました。はい、ありがとうございます。